だから石野はね引かない方がいいんですけどね、どうしてもやっぱり引いちゃうんだな。これね、リャンソーポン藤崎タンヤをここで気づくんですよ。怪しい動きですね、サブロッソ。はい、なんで安いじゃんって、そうここで気づく、やられたって、うん。竹澤親でしょ。そうなんです。痛いなこれ、サブローソーで蹴られますね。サブローソーいい町ですね。いい町なんですよ先にウッパーマン引けるか、キューピンも2枚見えてます、ね、あ先に掴んだっていう恐ろしいパターンですね。しかも連想ポンが入ってるわけですね、これ当たるイメージがあるんですよね、滝沢だから止まったんですね。おー、あー嫌だなって、ほら打たない、打たないです、はい、ほう、まあ、なんとかこらえたと、こらえてますね、ただこの先もこらえきれるかどうかは分かりません。あの辺のセンスいいですね、滝沢のね、あの出たパスから想像のちょっと連続というか複合形をイメージしたんですかね。まああるなっていう、あのねポンのタイミングと自分の引かされたタイミングでもあるんじゃないですか。はあ、あ掴んだなっていう、そうですか、経験則でしょうけどね、単にね、だよくしっかり麻雀打ち込んでる人はすぐそ気がつきます。うまい、重ねた、はあ、キューピン落とすかな、キューピンでしょ、キューピン落とすか、これはキューピンですよ、ここはねキューピン切りしかない、そう大したもんだ、ドラやるな、これは反撃あるかもしれないですね、これ反撃あるかもしれませんね、このこらえはね、うん、今にもありそうなサブローソーを、ロー9番、うん、テンパイ入った、佐々木来た、滝沢にリーチが入る、へこかしちゃったんですよ、パイを。ああ、そうなんですか、どうするんだろう、まあ関係ないんだろうけど見せ合いないですからねまあパワーの方で、おい立つもん、すごい、うまい、すごい上がりですね、これ、これは見事ですね、あらお見事、4戦オール、なんだこの対局って感じですよ、素晴らしいですね、今の上がり、なんかすごいですね、まあなんか未だになんでこう打ってたのか分かんないっていうところなんですよね。あのドラドラの、まあ、ピンフなのかリーチなのかいいシャンテンになってるところに、まあ、ドラドラでもこの手は崩さないのが普通ではあるんですけど、これは読みようがないんですよね。3層が絶対当たりとは思ってないんですけど、まあ、大体この辺が当たりだなっていう、これが止まるんですよね。藤崎さんの仕掛けがかなり信頼度高いっていうのも込みですね。結果はたまたまかもしれないですけどね、これで9ピンを統一落としできるという、当たってなかったら結構ひどいなとは思ってはいましたね。結果上がるんですけど、もしこれ上がってなくても自分としてはよくできた曲だなって思ってますね。冴えてるというか、勝ってる時ってこんな感じなのかなみたいな一曲でしたね。だんだんこういう曲が減ってるような気はしますね。切れ味がない、ただその代わり安定感を増してるような気がして、当時より今の方が強いなとは思いたいんですけど、当時の強い部分もあったなという思い出します。